こんにちは、花よるまさん。昔と今ですか。いや、あんまりね、認めたくない事実かもしれませんけども、昔は良かったとかね、今はどうもね、人の心がすさんできたみたいな印象を持つんですけども、このね、昔は良かった、今はひどくなったっていうのは100年前にも200年前も500年前も人は同じこと言ってるんですよ、ね、なぜかね、解雇主義というのか、ノスタルジーっていうか、昔は平穏な世界であって、だんだん世の中が乱れてきたんじゃないかっていうふうに感じるんですよね。これはなんでそういうふうな気持ちを持つかっていうと、それは 人がね、成長するからなんですよ。例えば私が10歳の頃に見えてる世界っていうのは、本当にね、親の庇護のもと守られた世界であって、揉め事って友達と喧嘩したぐらいなんですよね。でも20歳ぐらいになると、いわゆる雇用問題とか競争とか敗北者とか、それこそもう自己破産しちゃったりとかね、ニートになっちゃったりとか、そういった差がだいぶ自分の周りに見えてくるんですよ。中には死んでしまった人もいると思いますしね。で、運転免許を取った人、取れない人、自分の好みの車が買えた、スーポーツカー乗ってやったーっていうのと、もうやっとね、親の車をたまに借りて乗れるぐらいの人と、貧富の差もありありとしてくる、能力の差もありありとしてくると、コネの差もありありとしてくるんですよね。そして昔はね、実はね、今よりも凶悪事件多かったってことをあんまり人は知らないんですよね。昔の猟奇的殺人っていうのがね、あったり、誘拐事件とか、私がね、まだね、10歳ぐらいになるまでの頃って、誘拐事件って当たり前にありましたからね。銀行強盗っていうのもありましたからね。すごいでしょ。今銀行強盗ってないでしょ。銀行にもう犯人が立てこもって、銃で持ってね、そのお客さんとか銀行員を人質に取って、で見せしめで撃ってみるとかね。ほんで金と車を用意しろみたいなのを言って、警察官がダーッとなだれ込むとか、浅間山荘事件みたいなのありましたね。鉄球で犯人が立てこもってるところダーンとやったりとかね。今あんなのないですからね。もちろんサイバー犯罪みたいな ああいうのが出てきてるんで、どっちかっていうと暴力的なのよりもちょっとね、インテレクチャルな知的なやつになってきてるのかもしれませんけども、でもね、私が客観的に比較すると、昔の方が凶悪な犯罪が多かったし、誘拐も昔の方が多かったですし、足がつかなかったりね、警察もひどかった。証拠もないのに人を冤罪にして、そのまま死に口なしで、死刑を宣告させたりとかね、本当ひどいです。今は情報がどんどん可視化されてきたりとか、国民一人一人が賢くなってきたんで、やっぱりね、物言う国民になってきましたね。気づけるとか分かるっていう、それから司法の方もすごく近くなりました。最近でしたら YouTube でね、弁護士の方とか、それから税理士の方とか出てきますんで、そこにコメント欄で質問すると答えてくれるんで、私たちも理論武装できるんで、知らないから騙されたってことは結構ね、減ってきたんですよ。昔の方が結構ひどかったと思いますよ。ただその中で私の住んでる世界の話をしますと、私は、本当にこの町に守られているっていうかね、花よるまさんが来てくださったこの町で育ったんですけども、隣のおばちゃんが飴くれたりとかね、それから夕食をいつの間にか全然知らない人のうちで食べてて、じゃあ帰るねとか言って7時ぐらいに帰っていったりとかね、その町内が全部お父さんでありお母さんであり家族だったですよね。だから片親の子供たちとかも、今日うちに来て食べるみたいな感じで誘ってくれる隣のおばちゃんとかがいて、本当になんかね、家族を共有してたような感じですよね。だからお葬式があっても、もう今だったらあれでしょ、葬儀屋が来るでしょ。でもそうじゃない、町内でやってましたね。何々さんのところに葬式があるから今日はちょっと忙しくなるよと、今日はこれ温めてこれ食べといてって言ってくるからっていうんで、近所中で弔いを出してましたよね。でお互い様っていうところはあったと思います。それこそね、下の名前を呼び合えるような、そんなご近所さんでしたね。でも時が経って今はそういうことはありません。当時はね、なんでそういうことが起きてたかっていうと、この町に限って言えば、日本交換という製鉄所ができた時にできた町なんですよ、ここは。ですので、ほとんどの人が日本交換の社員であり、取引先であり、下請けであり、会社でも人間関係がある。そのまんまこっちでもうベッドタウンで人間関係同じなんですよ。だから、何々課長の奥さんって言い方とかね、何々君のお父さんは何々部長だからみたいな、こんな呼び方してますからね。だから、全然そこには差別がないんですけども、子供たち同士でも親がどんな仕事をしてるのかお互い知ってたって感じですよね。だから風通しが良かったかなと思います。でも広く世の中を見てみると、まだね、交通インフラの行き届かないようなところがあったりとか、照明もなかったりとかね、とっても危険な山道を通って学校に行ってたりとかっていうのがあったんで、
本当にね、誰にも気づかれずに誘拐されちゃったとか、ね、結構ありましたよ本当に、そういう殺伐とした事件とか、身代金とかね、身代金って言葉はもう日常茶飯事でしたね。銀行強盗とかね。なんせね、ボーナスの支給日に現金輸送車で現金を運んでそれで配るわけですから、ボーナスとか給料日に。そりゃね、給料袋をひったくっていく人いますよ、そんなの。今銀行振り込みなんでそういう犯罪はなくなりましたけど、だから昔もあったかい気持ちもあったけども、だからそういう風な事件もあってね、平たく言って今も昔もあまり変わらずってとこじゃないですかね。まあ肌感覚として義理と人情みたいなのはなくなっていったような気がします。もう何でもありみたいになってきたかなとかね。その根底にあるのは2つ私はあると思うんですよ。一つはね、先生が昔は権威を持っていたんですよね。圧倒的権威でした、それで世の中の秩序はうまくいってました。でもある時に先生が大したことがないってことがやっぱバレちゃったんですよ。例えば自分のお父さんはどこどこ教育大学を卒業して、そしてどこどこ大学のなんかね教授をやっているよみたいなお父さんが、要するに家庭のお父さんが学校の先生よりも権威を持っちゃったわけなんですよ。だそうなるとね、ちょっとおかしくなってくるかなと。何々先生は分かってないんだからお前言うこと聞かんでいいよみたいなことを言うお父さんも出てきたりね、だ先生の言うことをよく聞けよみたいなことを言わないといけないのにね。だから師匠となるものに対しては絶対服従ってのを家庭で教えていかないといけないのに、それをせずに送り出しちゃったってこともあったし、それからそうですね、もう一つ原因があるとしたら平等意識ですよね。誰もでも平等ということでした。やっぱり、僕らもねちょっと10代の頃はグレてましたけども、でも先生にやっぱり一目置いてたんですよ。先生だからって言って、バカにもするけども、でもやっぱり立てるとこは立てたかなと。そういうのでいいパワーバランスができてたのかなと思うんですけども、今ちょっとそういうのがね、先生も弱腰になっちゃってサラリーマン化してね、で生徒の方も先生に無関心になってきたりとか、ちょっと LINE の交換したらね個人情報がなんとかってなるんですよ。すごいですよね。振り返ってみたら学校の先生に説教を受けながら、タバコあるかとか聞かれるから、どうぞみたいな感じでね、先生にどうぞって言うから、セブンスター吸ってるんかこれきついぞとか言って、そういう会話があるわけなんですよ。学校には持ってくんなよとか言うけども持ってくるじゃないですか、そんなもん。だからそんなね、なんかね、ある意味なあなあであり、だからこそ立てないといけないし、はしかみたいに青春は突っ張るけども、でもどっかでキリッとね勝手に治っていくっていうのを、なんかそういうところがあった。ちょっとね、何やぶしですねこんなもんね。ひどい話もあったかもしれないな。でも、ね、いや懐かしいですね。はい、まとめますとね、昔が良かった今の方がひどいっていうことでもなくって、形が変わるでもあんまり変わらないってことですね。昔も今も変わんないと。子供たちは、無知なのをいいことに、勝手なことをやるし、大人は子供に良かれと思って常識論を進めるし、相反するわけなんですよ。だからね、どうなんですかね。そんな中で今はね、そうだな、思い出すことが多いですね。なんかほろ苦いですね。私はね、昭和の時代っていうのに憧れがあってね、今でもこういうのを見てください。今日はなんか何の動画か分かんなくなったんですけど、そろそろまとめますね。この懐かし自販機ってあるでしょ、これ昔のね自販機をね特集してる雑誌なんですよ。これを最近買いました、一昨日ぐらいで。似たような日本各地の自販機巡礼とか言ってね、うどんとかラーメンの自販売機があるわけですよ。これは津山、高橋だと思います、岡山のね。まだねこうやってなんか懐かしいですよ、こういうのが。で、私の好きなのが昭和40年男ということで、私の生まれて育った年代の懐かしいものが、私にはたまらないものがいっぱいね乗ってるわけですよ。昔はこういう自転車が流行ったんですよ。ウインカーがついてね、右に曲がります、左に曲がりますみたいなのがあったりとか、あとは鉄道が憧れだったりしてね、新幹線にいつか乗りたいなみたいに思ってたりとか、あとねシャーボって言ってシャーペンとボールペンが一緒になったやつも、これも憧れでしたね。誕生日のプレゼントとかに送り合ったもんですよ。ではないのかもしれませんね。その辺は久保さんの、知識の方、知恵をですね聞かせていただけたらなというふうに思っています。ということで今回は以上です。また次は
の動画でお会いしましょう。なんか喋ってますね。ほらグローブにも憧れたりとかね、憧れがあったね。でも本当にいろんなものに、すごい世の中に俺たちは出ていくんだなっていうような憧れがありました。私はこういうタイプだったですね、ビデオデッキとかも憧れでした。今はもうね、もっともっと便利なものになっちゃったけど、でアイドルとかね、素敵な恋をしたいなと思ったり、いやすごい、何もかもが感動でしたよ。本当に日々新しいものが生まれて、日々新しいものに触れて、そして去っていく人がいてね、今出会ったのがあなたです。花屋龍馬、いってらっしゃい。